64とかやってた、64懐か懐かししいね。64時代のマリオパーティーとか、それこそ最強に面白かったよ。い。これ64確の。かに64の、これね、こう。これ64、伏線回収だ、ここで。なるほどね。やば。プロじゃん。です。です。で、64面白かったよな。でも歴でもギリギリじゃない？ 64 って世代的に。だって俺、64は家になかったもんね。いとこの家でずっとやってでた。もキューブだ、キューブでしょ？歴ぐらいからはもう。ゲームルキューービでッしょ？ク？違あ、うゲわ。ームキューブ。もっと前や、それ。ゲームキューブやってた。多分そうだね。俺でギリ64かぶるかぐらいだから。そう、あれ、ゲームキューブの前が皆さん、64っていうものだはい。ったんですよ。で、知らない方がいるっていうね。ジ？で、その、ゲームキューブ64、その前がスーパーファミコンうん。とかなんですよね。で、その間にゲームボーイアドバンスとかゲームボーイとかがあって、俺最近ゲームボーイアドバンス買いましたから。電池の？あ、充電の？そう。カセットは？ポケモン。何？エメラルド。は 懐かしもう、エメラルド、ルビー、サファイアはもう同世代ですよ。リーフグリーンとかね。今ね、なんとそのルビー、サファイア、エメラルドだっけ？赤、青、緑あったじゃん。あれで謎にね、エメラルドだけ高いのよ、カセット。どれぐらいの？俺いくらで買ったっけな。当時ほどはしないでしょ？あ、全然しないんだけど、確そのか、3つの中で言うルと、ビー、サファイアが1000円くらいで、エメラルドが3000円へえ、そうなんだ。とかだった。そう、で、俺、エメラルドやってたから、レックザだよね、そのそう、時のレッね。クーザで、サファイアが海洋が。です、なんだっけ、ルビーがグラードンか。グラウンドだね。懐かしい。ルビーやってたなぁ。レックーザ人気だったもんな。カービィもやってたな。って。と、ゲームボーイの、電源入れた時に、テレーン、テレーン。ってやつのやつね。懐かしい。テレン、あれワクワクすんねんわな。かる。でさ、電源切るときとかさ、こう、画面がさ、シュンってこう、薄く残るやん、最初。ずっとつけてたら。あれ、なんか機械見あって好きなんだよな。確かに。懐かしいね。それってさ、充マジ電で。持たないんじゃない？あんまり。結構持つ？あんまね、その長時間やらないから、切れたことはない。もうね。虫キングとかもちろんやってましたよ。やってましたよ、虫キング。茶集めてましたよ。実家でこの前帰った時探したんだけど見つからなかったんだよシキング？な。ラブベリー、ラバンドベリーね。ラブベリーね。MVK にラバンドベリーの昔の台ありますよありますね、タイにね。ね。あと任天堂ックスとかね。やってたな。やつ。犬育てて。Do you プレイステーション？スプラトゥーンですか？あ。
スプラトゥーンとかも人気プだけラど、俺やったことないな。トゥーンやったことね。ラブベリーやりたい。なんで俺スプラトゥーンをプレイステーションって呼んだんだろわ かる、でもなんとなく。P がね、つくの P がね。まあでも、ラブ&ベリーやったことないんで、ラブ派かベリー派かはわからないんですけどね。すいませんが。じゃあ、昔のプリキュアだったら。二人組のやつしか知らないな。オレンジ髪の人とさ、紺色髪の人いたオじゃん。レンジ髪の短髪の人と、紺色の長い髪の人。そう。それは見てたかも。俺もあの記憶しかない。プディキュア、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 でしょ。あ、そう、二人はプリキュア。プリキュアじゃない。プリキュア、プリキュア。プリキュア。二人はプリキュアめっちゃ見てたかも。その流れで日曜の。今プリキュア男子いるんだって。どういうこと？プリキュアファンってこと？じゃあプリキュア好きな男の子がいるんじゃない？なんか特に、あれって何の後にやってたっけ、プリキュアって。仮面ライダー。いや、じゃあ戦隊もの？戦隊もの仮面ライダー、プリキュア？戦隊もの。で、ドラゴンボール、ワンピースとかじゃなかったっけ。ああ、そうだったね。で、その流れで見るって感じだったよね、なんかその。その時間帯にのあるある言ってみ？めっちゃタカラトミーの CM あるっていあるね。ある。あと、バンダイね。バンダイナムコ。かるわ。あと、瞬俺、戦足隊ね。もの。あ、瞬足。コロコロコミックス。あの、リカちゃん人形のあ、やっ CM。てた。髪をこう、ね。何？ほどく、そう。絵が。あと、ビーズめっちゃなんかつなげてこう作るああ、キットね。作るやつね。懐かしいわ。あったよね、あれ。なんいいか、時代だわ。懐かしいよな。俺ね、アバレンジャーが好きでした。あ、聞いたことあるな。すぐに思い出されへんな。アバレンジャー。知なんらかそない？んな感じで聞いたことあるわ。恥ずかしながら、実は、小学校6年生までアバレンジャーの変身のおもちゃ欲しかったんすよ。でもあれって別に何歳でも欲しいっていうか憧れはありますよね。あのベルト、変電シーベルト、まあなんかいろいろ。だから、いまだにたまにね、アバレンジャーって変身がこう腕につけるリストバンドみたいなやつなんだけど、それたまにこうネットで調べてね、欲しくなっちゃうんだジュオージャーとか見てた？よね。あ、見てない。俺も見てないんだけど。俺の姪っ子世代だから。あれだ、ちょっと遅れそてんう、俺だ。らの世代ではない。なるほどね。何レンジャーシリーズってもう今までどんぐらいあったんだろうね。でも俺仮面ライダーの方が好きだったの、どちらかといえば。仮面ライダーは何が好きだったの？ダブルっすね。ダブルだ。ダブルかっこよかった。まあ、その次は響きとか。これダブルじゃね？ダブルやな。あれだよね、変身の棒2本入れてカチャだよね。わあ、そう。あれ好懐かきだっしい。たな。面白かったっ色す、良普かっ通たよに。ね。あの緑とさ、そう、黒のね。あの緑の色俺好きなんだよな。プリズム、ジョーカー。デレレ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 レ
うわ、響きも俺見てたよ。あれでしょ、棒の。うん。音の、なんか、太鼓で。ああ、懐かしい響き。太鼓でこう。で、リンガリンガディディンドンや。あ、そっか。いつの間に仮面ライダーになってたんや。電王やばい。電王超人気だったよね。電王一時期。なんかかっこよかったもんね。あの見た目がなんか一気にポッ。電王ぐらいかあんまり見てなかったけど、でもなんかすごい人気だなってイメージだったの。うん。タトバタトバタトバって見てたわ。タコパ？違う。タコパ、そんないかつい声でタコパ言わんのよ。タト、え、知らないこれ。なんていうんだ、仮面ライダーだっけ。あの、タトパ、タトバタトパってやつ。アゴだ。ね、アゴだじゃない。それ、あの、旅行検索サイトちゃうん。アゴだじゃないの。それ、タイの CM のアゴだよ。タイで YouTube 見てたら、アゴだアゴだ広告でね。面白すぎる。それも、アゴだって言った瞬間、もう、蘇った。アゴだアゴだこれ多分、タイの人にも刺さってるよ。あー、おもろ。オーガ。仮面ライダーオーガ。オーガね。オーガ聞いたことあるわ。うん、息子が見ながら興奮してるって。もう世代だったらそれはもう刺さるよね、これ。仮面ライダーね。あ、オーズだ、オーガじゃない、オーズだ。オーズ。そうだ。タトバッタトバタトバッ。あごだ。もう。ああ、おもろい。あごだにハマった。あごだめっちゃ出てくるから。して楽屋で言おう。絶対に。あごだ。あごだ。うわー、うわー、ベリーメロン、ベリーメロン。うわー、うわー、ベリーメロン、ベリーメロン。あごだ。あ、日本のあごだの CM にも取り入れてほしいわ。日本はちなみに、アゴダで検索だから。ああ、そっか。アゴダで検索なのよ。例えば、アゴダー。ちょっと違いがある。友達コレクション懐かしい。うわ、俺も友達コレクションやってたよ。懐かしい。やばい、アゴダで泣いてるわ。おもろすぎ。アゴダユーザーいや、面白いね。名探偵じゃなくて、面探偵なんて。リズム天国やってた一生。リム天？リム天って言うんだ。初めて言ったけど。初めて言ったね。リズム天国やってたお母さんがもう大好きで大好きで、お母さんとお姉ちゃん。お母さんが大好き。お母さんとお姉ちゃんがもう大好きで、リズム天国。いい、あ、さん、そう。いい、あ、さん、ピいい、あ、いい。ってさ。いい、あ、さん、つって。なんかあんの？あれが、もともと確かゲームボーイで出たんだよね。ゲームボーイアドバンスで。あ、そうなんだ。確か。で、それで、リズム天国新しいの出ないかな、出ないかなって言ってたら、DS に出た時のうちの家族の喜びは半端なかったもん。へぇ、DS で出たよ、みたいな、なんか。発
ボエビに買いに行ってたの。リズム天国？うん。バリ好きやん。結構難しいやつ、難しいよね。なんだかんだもう1時間ですか。マジ？早い。早すぎん。早すぎん。じゃあ、そろそろ終わりますか。せやな、10時になるしな。まあ、明日はね、広島でリリースイベントあるので、ちょっと遅い時間までやりましたけれども。明日暇な方はぜひ会場へお越しください。あごだ。絶対言うと思った。たとば。バイバイ。おやすみ。ファンディーナーか。ファンディーナー。グッナイ。はい。Good night. はい。急な終了。急な終了ですね。See you. See you. あごだー。